世は戦国時代。これは最強を求める一人の男の物語であった。いやっちゃうよ、ライゾンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、新企画いきたいと思います。ということで、今日の新企画は、超、あ、ちょちょちょ、声が、超回復ロワイヤルということで、まあね、僕からね、企画の説明をさせてください。ということで、これから今日からね、超シリーズをやっていこうと思うんですけどね。まあね、まあ、クラロワにおいて、やはり、なんだろう。あのね、こういうデッキを、あ、これじゃない。こういうデッキをね、使っていこうと思うんですけど、やっぱりクラロワにおいてね、やっぱ回復ってのは最強なんですよ。結局は、なんだろう。もう本当にペッカとかにぶった切られてもその分回復しちゃえばたまにジャイアントが届くんで、もう言っちゃえばジャイアントにヒールをかけることによって、もうなんだろう、ほぼゴーレムなんですよ。もう言っちゃえばね、言っちゃえば。で、もうヒールと、もうね、ミラーをね、かけていくことによって、もうなんだろう、もう100食らっても200回復するみたいな。もう500食らってもなんかもう2000回復するみたいな。そんな気持ちでね、やっていけばね、もうよく考えてください。よく考えてよ。食らった以上回復すれば勝ちなんですよ。もう。ってことでね、やっていこうと思います。まあね、回復できるのもあれなんですよ。ジャイアントとかだけじゃなくて、後ろについてるプリンスとか、あとなんだろう、エレキとかもね、回復できちゃうんで、なんすかね、もうそういうことなんですよ。つまりはねって感じ、もうねって感じ。つけちゃおう、めんどくせえから。どうしよう、すごいめんどくさい。どうしよう、すごいめんどくさい。よしよしよし、ちょっと待って、回復できない。ほい、行くよ。ウェイ、ウェイ。おい、見たな、おい。こういうことなんだよ、つまりはな。ここで、繰り出していって、よし。フィニッシュ作るか。眠れないから、ほぐ。よいしょ。スケブラいないよ。ウケがいない。アーチャーぐらいしかウケがいないはず。よし。オッケー。これで、折れた。はい。ここでね、超回復やっていきたいと思います。まあね、こっからなんですよ。2倍入ってからの、超回復がめちゃくちゃ強いんで、ちょっと見とってくださいと。お前ら、よく見とけよと。お前らなんですよ。結局、俺が言いたいことは。いきます。これでいいんですよ、もう。これほっとけばいいんですよ。タワー折れてくから。ちょっと待てよ。キング降りたい。もう一本折られてるから、あれか。焦る必要もないか。見たか?こういうことなんだよ。ってことで、まあね、超回クロワイヤルやっていったんですけどね。まあね、
強い。強いですね。とりあえずね、ジャイをね、解体するにはもうゴーレムなんで、なんかね、ゴーレムとの対マンでも勝てちゃうみたいなところあるんですよね、正直。うん。なんでね、ぜひね、やりたい方、やってみてください。ということで、今日は、この辺で、お疲れ様でした。